室、もう誰か来てるのかな。いつもはだいたい私が最初に来る感じだけど。え、ひな先輩？しかもすごい真剣な表情で何か書いてるけど、何の仕事してるんだろう。こんにちは、ひな先輩。今日はずいぶん早いですね。あ、すずちゃん、いいところに来てくれたじゃん。それ何の書類ですか？よかったら私手伝いますよ。大丈夫だよ。今書いてるのは、もしもカオルくんが生徒会長だったらこうなってるんじゃないかっていう想像だよ。え？あ、カオルくんだけじゃなくて、もしもリサチーが生徒会長になったらっていうのもあるよ。あのもしかしてそれをずっと書いてたっていうことですか？そうそう、他にもいろんなメンバーで考えてみたからすっごい大変だったよ。あのなんでそんなことを？え、だって楽しくない？他の人が生徒会長だったらどんな学校になるか気になっちゃってさ。カオルくんが生徒会長になったら、図書館の本が全部シェイクスピアになっちゃうとか。さすがにそんなことないですよ。じゃあこれは？トモエちゃんが生徒会長になったら、チャイムが和太鼓になっちゃうの。チャイムが和太鼓？これは結構ありえるよね。ありえないですって。トモエちゃんはそういうところ意外と真面目ですから。頑張って考えてみたんだけどな。それじゃあこの中のどれだったらありえそうかな、書いてみたやつ見てみて。わ、びっしり書いてますね。すっごい力作。どれもありえなそうですけど。あ、これはちょっとわかるかも。どれどれ？このマヤ先輩のところに書いてあるやつです。あ、これね。放課後楽器の体験会をやるってやつ。なんていうか、マヤ先輩ならありえそうな気がします。だよね。これ結構面白いでしょ。すぐちゃんも一緒に考えてみようよ。え、私もですか？すぐちゃんの想像も聞きたいからさ。ね、やろう。わかりました。やった。それじゃあそれじゃあ、ランちゃんが生徒会長だったらどんな感じかな。ランちゃん、あれですかね、華道の授業ができたりとか。それなかなか面白そうだね。私はね、生徒全員メッシュだと思うな。全員メッシュ？ランちゃんはそんなことしません。わかってるよ。こうなったら面白いなって想像だってば。なんてするよね、生徒全員メッシュなの。ああ、学年によってメッシュの色が違うともっといいかも。ちょっと想像しちゃったじゃないですか。じゃあ次はモカちゃんが生徒会長だったら。モカちゃんか。私は学食のメニューがパンだけになると思うな。モカちゃんって言ったらパンじゃん。それもわかりますけど、私はもっとあると思いますね。学食で使えるポイントカードを作るとか。あ、さらに授業で当てられた時に答えられるとポイントがたまるとか。それ面白い。それじゃあ次はひまりちゃん。ひまりちゃんは授業開始の恒例がえいえいおーになったり。いいね、ルンとしちゃったよ。もっと考えてみようよ。それじゃあ次はゆきなちゃん。ゆきなちゃんは多分